1957年ライプツィヒ出版のドゥーデン辞書の表紙は s トと呼ばれドイツ語の聖書法でラテン文字に加えて使われる文字である。元来は小文字だけであるが2017年以降は正式に大文字も使われている。ドイツ語ではシャーフェエス S エスとも呼ぶ。スイスではこの文字を使わず代わりにスズと綴る。この文字は合字の一つである。 スイスを除き、SZ はドイツ語の聖書法において、固有の機能を持つ文字であり、S の無声音、S を表すために用いられる。一般には、は、同じく S の無声音、S を表す鈴とほぼ等価であり、鈴を一文字で書いたものとされる。辞書では、鈴の位置に置かれる。また、英文タイプライターなどでが表示できないときも、鈴と用を表記することになっている。 聖書法でを用いるのは次のような場合である。新聖書法では、が使えない時の置き換えには常に、鈴が用いられるよう規定された。旧聖書法では、聖霊誌もまた認められる置き換えであった。旧東ドイツ政府においても聖霊誌を認めようとする動きがあった。御全体を大文字で書くときは、SS と書くが、お大文字として使うか。 ユニコードに登録されているを使うことも散見される。固有名詞などは混同を避けるためをそのまま用いる。例えば性のウェイスとバイスを大文字で書くときは、それぞれワイス、ワイズ、ワイズになる。2017年、ドイツ聖書法協議会は、ついに大文字のをドイツ語の聖書法に採用し、聖書法をめぐる論争に終止符を打った。シュトラーセという言葉を全部大文字で書く場合、 従来通り、シュトラーセと書いても、大文字を用いて、ストロッサと書いても、どちらも正しい。この極めて、ドイツ的な合字の形を適切に決めるための議論が、今もなお続いていることは、新しいタイポグラフィーデザインに示されている。SZ のタイポグラフィーには大別して3つあり、と普通の S の合字、ドイツ文字のと Z の合字の、2系統がある。 現在ラテン字母と共に使われる文字型は S の号字に由来する。また、SZ の名称は後者に由来する。大文字。小文字と違い、ドイツ語で、で始まる単語はないので、基本的には大文字の必要はないが、ある題名を強調するので全部を大文字で書かなければ、いけないような場合もある。そのため19世紀後半に大文字の使用が提唱されるようになったものの、 すぐに普及することはなく、もっぱら、ss などで代用表記された。ただし単語によっては、ss で書くと正しい単語を示せない可能性がある。例えば、マッセが、マッセと書かれているのか、マスと書かれているのかがどっちつかずとなってしまう。このため長らく議論が続いていたが、21世紀初頭に、再び大文字の使用を求める声が高まり、2008年に、 登場したユニコード5.1では大文字が登録され、代用したコンピューターとコントがあれば出力することができるようになった。2016年にはドイツ語聖書法審議会が大文字を正式に取り入れることを決め、2017年に新たな聖書法が交付された。代用表記である SS も引き続き利用することができるとされ、今日では SS と 和東カでどちらの表記も正しいものとされる。ギリシャ文字のの小文字、ベータと似ているが、全く別の文字である。情報処理機器等の扱える文字に、がない場合に便宜的に、ベータで代用することがあるが、ドイツ語では、鈴で代用することが常に推奨される。ースー、フング、ジャーマニーハズエンディド、エーセンチュリー、ロングディベートオーベイチ・アーエミッシング。 レターイン、イッツアルファベート。2017年8月9日閲覧。According to the Council S2017 スペリング、マ n u a l w h e n w r i t i n g the Upper Case, of,Light SS,It's also possible to use the Upper Case.Example, Strasse Strasse Strossa Hat ュトラーセ、シュトラーセ、ストロッサ、ハット、アンタリシャスリゲルワークでア e イチェン、リーチ a i イ a n g をくっちりジャーッと。 ラットフィアドイチェリーチッチライバング。ありがとうございます。